こんにちは。日本画美術書道会の田村喜山です。今日も私の書いた今選んでいつやるか講談社のための前後前画作例集の中から前後を一つ選び、その解説文を読んでからその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は年下未生です。出典は無門館です。年下未生とは、年下とは花をひねる、未生とは微笑む、そのままの意味では花をひねって微笑むということです。ある日百尊が晩年領寿船で説法されていた時のこと、説法に集まった者の一人から献ぜられたコンパラゲという花を黙って弟子たちの前に差し出しました。その意味が分からずに唖然としている弟子たちの中で、ただ一人葛生尊者のみがにっこりと微笑されました。すると釈尊は、我に称貌現像、涅槃妙心、実相無双、微妙の法門あり、不流文字、境下別然なり、摩訶葛生に付属すとおっしゃいました。こうして釈尊の大宝は図座第一と言われた葛生尊者に伝えられたのです。図座というのは衣食住に対する貪欲を払いのける修行のことです。年下とは花を指先でつまむということです。この有名な年下未生の話の眼目は、釈尊の言葉の中にある不流文字、境下別然にあります。本当に大切なことは文字で説明することも教えることもできないということなのです。以心伝心という言葉がありますが、まさに心から心へと自ずから伝わるものであり、釈尊の大宝もこのようにしてかように伝わったということです。では年下未生を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。